ごきげんよう、ただいまサンクチュアリーにいます、朝の6時ごろ、そうだね、朝の6時ごろで、今ニック・バレンタインと一緒にいるんですが、ちょっとこれ以上ストーリーを本筋というか、なんだろう、この前のブラザーフット・オブ・スティールのあの飛行船を見たら、何かブラザーフット・オブ・スチールのこの何かをやり逃してるんじゃないかっていう不安に駆られたので、まずはこのちょっとちっちゃいクエストをね、ちっちゃいクエストをちょっと片付けていきたいなと思います。多分あまり物語はないと思うが、やっていきます。で、結構場所も遠いね、ロボットパイオニアパーク。ここからボルトも近くあって、こっから歩いていくのがいいみたいだ。フォレストグループマーシュ、もうどんなとこだか忘れちゃったや。で、武器をカスタマイズして、10ミリピストルを一旦しまって、一番手に入りやすい弾薬を使った銃をメインに使っていきたいと思います。で、またスキルパークを取ったら10ミリ復活っていう感じで、でもその頃にはもうすでにもっと強い武器が手に入ってるかもしれないそれはわからない。で、港町か。ここはあれだ、最近来たとこじゃないか。そうだ、最近あのドッグミートに連れられて来たところだ。じゃあこっから歩いていこう。で、この武器を、アンシスコープがついてるんだけど、昼間でもまあ見やすいかな。この武器を使ってパワーアーマー着てくればよかった全然パワーアーマー着てないや。このちなみに、お、なんか降ってきたちょっと待って、車が上から降ってきたんだが、大丈夫なのか。あそこにデスクローさんとかいないかな。この武器はなんと実弾とレーザー弾を一緒に撃つという。しかもその発射時に消費されるのはただの0.38 だ。強すぎるあ、金庫だ。よし、お、ヘアピンが99プラスになってるね。やったー、これは使い放題だ。なんでこんな変な置かれ方してるんだろう。結構アイテムは自動生成なのかな。さあ、こうやってマップを、妖怪じゃないか。いかんね、この距離は。この距離はいかんね。ちょっと間違えた。あとスナイパー。そうだ、スナイパー。いかんね。スナイパーを。よし。じっくり話すとこ。ハンティングライフルをスナイパーにしました。で、気づいたんだけど、銃についてる、このスコープとかなんやらは取り外せるみたい。だから他についていたやつをつけました。ちょっと何かいるな。ここ最短距離で行くには、なんだろう、あれはロボだ。サイバーメカアイボット。お、敵ではあるね。ちょっかい出してみよう。ドーン。他に誰もいないと。ドーン。お、偏差打ち、うまいぞ。いいね。うますぎでは、偏差打ち。誰か見てみる。いいね。ちょうど遠距離武器をこしらえてきたところだ。ステルスアタックなんだ。まだバレていないということ。強いな、サーボメーカー。スクラップボット、こんな強かったっけ。ステルスアタックいいね。あのロボってもしや
ロード画面に表示されているあの骸骨のロボではないだろうか。よし、ステルスアタックが毎回入るんだが、いいぞ、いいですぞ。よし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 、ちょっと PUBG の癖で最近あまりやってないんだけど、上の方を狙ってしまう癖がついてる。よいしょ、偏差打ちを。よいしょ、あー足らない、煙吹いてるな。えい、いいね、毎回に2倍ダメージ入るのいいね。回収できるかな。回収するには水を渡っていかないといけないんだが、倒した。 OK、 チャリン。よし、これくらいだったらいけるさ。急いで泳いでいけばいけるさ。ラットアウェイ使う。ここから出るか。そうだな、そうだな、そういうことか。ピップボーイが嬉しくないって。キャラバンガード、キャラバンが襲われてるんだ。これらは多分、よいしょ、あれだ、メカニストのロボだ。悲しまないといいけど、私がもう安全にした。もうメカニスト勢なのか、あのインスティチュート勢なのか、ちょっと見分ける必要がある。でもインスティチュードはあれか、人造人間だけか。マヤラークさんがいますね。あれ、こんだけだっけ。まあいっか。OK、 マヤラークさん、ちょっとここ通ったのは間違いだったかな。脅威がウェスティング不動産。お、レベルウープ、いいね。ちょっともうあれじゃないか、例のパークが取れる。これだ。みんなに頼りにされる当事者として、各居住地のワークショップの供給ラインをつなげられる。これを期待通りのあれだったらいいんだが、取ろう。供給ラインをつなげられるっていろいろ説明不足だな。まあいいか、じゃあ解放してしまおう、あの次の居留地を。マヤラークは遠いかな。お、くしゃー言ってる。あー、なるほどね、妖精ね。すごい、受けた攻撃によるダメージを全て無効にする確率が 1% 増加。もともと何パーセントあったんだ。アンストッパブル。サイン入りベースボールカード、戦前の。これもレアっぽいね。こうやって出てくるってことはレアなんでしょう。さあ、マヤラークさんにちょっかいを出そう。一発目は強い方がいい。ドーン、逃げたやつが潜んでる。強くないな、これ。暗視が狙いづらいよ。近くはこうやって撃てばいいか。よし、妖精も一体ずつ。妖精はなぜか襲ってこないね。じゃあマヤラークの肉を。よし、さっきのピップボーイが嬉しくなさそうだなっていう表現良かったね。ガリ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 、あ、マヤラークさんがいる。ショットガンだ、強ー。このショットガン、確か最後の一発がうんぬんとかいうやつだった気がする。最後の弾を装填すると一時的に時の流れが遅くなる。最後の一発までガリ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 、一発まで取っといた方がいいということかな。ちょっと遠回りになっちゃったな、ここを潜ったことで。ピップボーイが嬉しくなさそうだ。ちょっとそろそろラットアウェイ使ってもいいかも。ちょうどいいかもしれない。よし、これで全開。
のはず。そしてこの銃がスコープが合ってないせいか全然敵多すぎじゃないですか。強くない気がする。なんだろうこのなんでこんな弱い感じがするんだろう。なんでこんな弱い感じがする。違うバッツが慣れないね。ドン。よし重たいな。なんでこんな外が重たいんだろう。モッドのせいかな。逆にモッドがない方が軽かったりする。さあここをまっすぐ行けばいい。ビュン。お、ラットスタック。ラットスタックは完全に狩られる側になっている。やはり無抵抗なものは仕方がないんだ。グラフィック綺麗すぎるよ。たまには自分の体を見ながら移動しよう。よし、こういうとこには何もないね。近い方がいい。よし、敵に気づけるかなこの三人称で。燃えてるや。なんで燃えてるんだ。タイヤが燃えてる。あ、一時的のものだったのかな。お、ブラザーフットオブスティールが来てる。迎えに来た。そんなことはないか。すごい、戦後この荒廃してる時とは思えないこの燃料のこの燃料とその設備の使い方が戦後とは思えない。この辺グラフィック綺麗すぎじゃないですか。日の差し方とかほぼ現実なんだが。重たいのって君のせい。君がやってるから重たいのかな。あ、なんか落ちてきた。スーパーミュータントがいる。これはちょっと見逃せないぞ。お、すごい。すごい。着陸した。スーサイダーがいる。思わず連射した。すごいね。すごいね。バトルフィールドだね。眩しい。着陸離陸するのか。ああ、置いたら離陸するのか。よし、仲間がいる。今がチャンス。多分普段ここを狩ろうと思ったら非常に大変である。よし、そしてこの銃は想像以上に弱い。ちょっと待って。よし、パワーアーマーを着てるね。もしかするとパワーアーマーが手に入るかも。スナイパーにしよっか。頭を狙おう。もう頭はいいや。体をしっかり。あ、ちょっと待って、死にそう。あ、料理するんだった。料理するの忘れてた。料理せずにここまで来てしまった。ステーキが確かで、スクローステーキもう食べてしまおう。大戦争だ。ミュータントエンフォーサー強いね。うおー、何、ヘリが落ちたんじゃないか。墜落した。墜落した。これは本当にフォールアウトなのか。もっと今回はもっと地味になるかなと思ったんだけど。なんなら飛ばしてみてくださいって言おうと思ったんだけど、これはぜひ見てほしい。このグラフィックとちょっと重たすぎる。待って、これは
こんだけ下げてるんですよ。こんだけ下げてるんだけど、それでも重たい。これはあの表示のグラフィックの表示範囲を指定するものだけど、いつ忘れちゃうもん。重たいね。あ、ちょっと軽くなった。気のせいかな。一応モッドの作用として、あのグラフィックを下げる、フレームレートを下回ったら、60フレームレートを下回ったらグラフィックを、主に影を下げる作用が働くんだけど、上か。これはショットガンだ。絶対当たる。最後の一発、ちょっと待って、リロードしないで。リロードしてはいけない。リロードしてはいけない。ブラザーフッド、一般市民は下がってろ。なんだと？なあ。勤務中は話せない。ほとんど私がやったようなもんだが、そんな態度だからブラザーフッド・オブ・スティールに入りたい人が減るんではないか。しかし私のおかげもあって任務遂行できたね。スーパーミュータントショルダーラグ。そういえばこういうのってストロングに、ストロングにエキスパートか。あ、いける。着せられたのかもしれないね。 OK、 よし、いいね。期待していいかな。まあ悪くない、悪くないものだ。あれ、急に空が暗くなった。めちゃくちゃにされたな。話してくれ。うん、めちゃくちゃにされてるたみたい。さあ、ちょっとさっき落ちてったブラザーフッド・オブ・スティールのあのパワーアーマーを目当てに実はやってきたんだけど、ない、見つからないね。しかも、あ、びっくりした。天気が悪くなってきた。そしてオスプレイも墜落するし、大変だったな。なんで墜落したんだ。落とされたのかな。すごいな。ここ特有のイベントだったのか、ラッキーだったのか、どっちなんだろう。ゴアバッグ、ミートバッグがある。落ちてきたブラザーフッド・オブ・スティールは見つからないや。ワンワンだ。番犬。いいか。じゃあ、じゃあ、元のあれに戻ろう。クリアになってる、スクラップ上。元やってたクエストに戻ろう。爆弾はこの場所で爆発した可能性があるが、本当のところは誰にもわからない。あー、核爆弾のこと？ここ特に焼けてますよね。どっちへ向かえばいいんだ。この下だね。もうすぐで着きそうだ。ここよく住もうと思った。何も見つけなくていいんだ。何か言ってます。ここ資源カツカツだし、スーパーミュータントは近くにいるしで、そしてイベント終わったら急に軽くなった。やはりイベントがあると重たくなるんだ。ちょっとパソコン買い替え時かな。それともこのゲームは特別重たいのかな。ここはどこだ。あ開けられるぞ。この辺。よし。いいものがありそう。何事。ロボがいる。いたよ。
をすればいいんだ。ちょっとでも顔出すと蜂の巣にされる。いやさ、索敵能力高すぎないか。食べよう。すでに料理してるものを食べよう。あの索敵能力は恐ろしや、恐ろしやですね。もう焼いてる肉は全て食べ尽くしたのかな。結構生肉があるな。あ、ステーキ。もったいない、これ食べてしまったらもったいない。ラットローチのグリルあるじゃないか。あるじゃないか。あ、ラットローチの肉になっちゃった。食べ過ぎちゃった。ちょっとこれはオーソリティでやる時が来たか。ダメージ上げた代わりに相談数が下がっちゃったんです。無理っぽいね。待ってよ、スティームパックにしてショットガンに今切り替えたから。で、ちょっとバフをつけましょう。ラットスタック、調理したラットスタック。あ、今スティームパック連打しよう。で、ジェットは上の方だ。ジェット、サイコジェット。15秒間スローモーション。これじゃない、ダメージも上がるやつ。ジェットじゃないのかな。バフジェット、あれどれだっけ。前でっかいアラークあのカニを倒した時に使ったやつ、これで合ってるのかな。最大 AP、 ダメージレジスト、あ、これだ、これで合ってるね。これ使ってバッツ、よし、バッツ。よし。私は強くなりすぎてしまったようだ。よし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 、なんとかなった。なんとかなった。でも倒しただけ。やはりショットガンは距離だな。倒した甲斐があったね。いやー、スティームパック久々に使ったな。ここベッドあった気がするから寝てみよう。サイコジェットの効果、ほんと一瞬、もうここぞって時に使わないとすぐなくなっちゃうね。じゃあ何か食べよう。もったいないな、これスティームパック使った方がいい気がする。ただスティームパック1個何百キャップとするから、今日たどり着くだけで終わりそうだ。あのイベントが想像以上に、あのイベントが壮大だったゆえ。着いたね、サマービルプレイス。こんなとこに、あのロボの近くに住んでたのかい。よく農業が、よく実りました。いや、テカってる。すみません。ミニツメンか。そうだ、ミニツメンだ。ミニツメンはいつでも力になる。何をしてほしい。ペラルグールの集団がこの辺りで身を潜めてる。最近は堂々とうろつき回るやつも出てきた。ほう、このまま徘徊するやつの数がどんどん増えていったら、連中を誰かに片付けてもらわないと。レンジャー部隊解除された。あー、任せてくれ。解決したも同然だ。あいつらがいなくなると嬉しいね。感情はどこに行った。さあ、マップ、あ、近いや。ちょうどボルト探索もできるね。まだ時間があるので、じゃあ歩いていこう。
グールか。グールは余裕だ。この銃でも全然戦えそうだ。ただなんでこんなに天気が悪いんだ。もう夜か。夜である。そして天気も悪い。ここはガリガリ言う？大丈夫そう。本当にパワーアーマー着てくるべきだったな。スーパーミュータントがあんなに、あ、ガリ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 、ちょっと沈むとガリガリ言う。アフェラルグール、ローマだ。もしかしてここ？この人たちたくましすぎない？こんな危険なとこに住んでて。フェラルグールローマ、なぜか敵対マークなってない。ちょっとじゃ あ見ていきたいね。起き上がりそう。あー敵いた。今ピョンって。マイアラークハンター。なんだあの貝殻は。やり合ってるの。あ、起き上がった。これグールに勝ち目はないんじゃないか。ちょっとじゃあやめとこう、やめとこう。あ、ちょっとマイアラークハンター、あ、勝てないや。あのロボットくらい強いや。走り抜けよう。ニック相手にしたらダメだよ。ニックが打ち出した。ニック、まっすぐだね。あのボルトは何、急にホラーゲームテイストになってきた。あれ、グールが関わるものはホラーテイストチックになるね。あれ、スーパーウルトラマーケットのやつが怖かったから。やお、怖い。何体いるんですか？何体いるんですか？ドンドン、ショットガンだ。ギリギリ勝てる、ギリギリ勝てる。あれ、もう一匹は霧がかってる。肉はぜひとも取りたいが。あれ、こっから走ってきていた。あ、いた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 。あれ、まだいる。あれ、2匹倒しましたよね。小型でよかったね。よし、スタックしてる。今がチャンス。よーし、あ、いた。よし、強い敵だらけだ。ステムパック、ちょっと、あ、テディベア、調理、クッキングステーション欲しいね。重さのあれにもなる、節約にもなる。これ雨ちゃんと中にいると屋根に当たる音が聞こえる。細かいね。さあ、ちょっとに、あ、ジャングルザムーンモンキー、これ前にも1個手に入れた。でもワークステーションに入れっぱなしだから、多分何かの、あ、水を飲んではいけない。多分何かの材料に変わってしまっているかも。おー暗い。朝出発したのにもう日が暮れてら。さあ、またスナイパーに切り替えて。このスナイ、このスナイパーそんなに強くない。もっとやはり 0.5 とか使わないとね。オン、よし、ここだ。チャータースクール。あ、いいね、核物質持ってる。エラルグールリ、わあ、アーマー着てる。よし、じゃあここは次回攻略していこう。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。